頑張れば見える。皆さん、こんにちは、こんばんは。今日は、映画ドラゴンボールスーパーブロリーの劇場版のワークレを開封したいと思います。イエーイ！ついに出ましたね。劇場版のワークレが、今回のボリューム1のラインナップはですね、悟空と超かっこいいスーパーサイヤ人、ゴッドベジータ、通常のゴジータと、フリーザ41年前ですから、そしてブロリー、41年前のパラガスの全部で6種類となっております。それでは、レッツ開封！それでは、一体ずつ見ていきたいと思うんですけれども、まず、如意棒を持った悟空でございます。これは、劇中には出てこなかったんですけど、映画やるよって告知された、一番最初に出てきたやつだったかな。このビジュアルが出てきた時にすんごいワクワクしたの覚えてます。プリントはすごい綺麗に入ってます。プリントここね、大事だからね。この、なびいた感じ、いいよね。帯がなびいてます。お顔がすっごく可愛いです。通常のね、悟空は顔がね、ちょっと可愛らしい感じで。大体は全部半透明の赤になってます。靴の裏は線入ってないです。普通の平らな感じで、色は塗られています。靴もちゃんとしっかり塗り分けされてるんだけど、気にならない程度なんだけど、はみ出しがあるかなっていう感じ。まあ、全然気にならないです。で、すべて肌はね、塗られてないんですけど、造形がとてもいいと思うので、後ろから見てもすごいいい感じです。可愛い中にもかっこよさが入ってて、すごいこの曲いいんじゃないか。そして、で、ゴッドのベジータ、これすごくかっこよくないか？めっちゃかっこいいです。UDM とかの髪の色と比べて、若干暗めで、UDM とかの髪はピンク寄りなんですけど、こちらはちょっと若干暗めの茶色に近い赤というような感じ。このね、色もなかなか似合ってますよ。この顔ね、ハンサムですなぁ。ゴッドのベジータはとってもハンサムだと思います。このゴッドのベジータのシーンはとってもかっこよかったので、まだ見てない人は見ることをおすすめします。ベジータさんの筋肉、素晴らしいですなぁ。目のこの縁の部分が黒ではなくてちょっと茶色っぽいんですよね。で、黒目がちゃんと点が入ってて、かっこいいです。とってもかっこいい。足もね、とてもムキムキしててね、お尻も素晴らしいです。ゴッドになった時のこのシュッとした感じが表現されてて、素晴らしい。これはとってもかっこいい。続いて、こちら、ゴジータでございます。今回は通常のゴジータでございます。このゴジータさん、すごく、いいですよ。いいですね。筋肉が素晴らしいです。この割れてる腹筋見よ。これはお手本になりますね。表情なんですけれども、表情はとてもかっこいいんですが、個体差なんだろうけど、ちょっと私のゴジータはね、眉毛の部分と目の部分が離れてるからなのか、ちょっとと、寝不足に見えます。寝不足ゴジータさんがやってきちゃったんですね。ちゃんと寝てほしいです。このゴジータさんはね、ここの腕の部分と、この靴の部分が、ちょっとテカテカした感じで、こっち革靴みたいな風になってます。このね、マットな部分と、メリハリがついてていいんじゃないかな。じゃあ休憩入りまーす。睡眠休憩入りまーす。はい、そして、睡眠ゴジータに代わりですね、フリーザ様です。41年前の貴重なフリーザ様、そして貴重なフリーザ様の後ろ姿でございます。さっきのゴジータと一緒で、この角の部分、テカってます。これもメリハリがついてていいんじゃないかな。フリーザ様、すごい顔が綺麗です。頭の部分も塗装が綺麗に塗られています。そしてすごいのがですね、爪の先まで、ちゃんと塗られてます。こっちのちょっと握ってる手の方もちゃんと塗られてるんですよ。フリーザ様は浮いてるんですよ。この表情もね、またいいです。今はね、もう常に最終形態なんで、この姿は貴重です。でパンツ一丁っていう感じで。そして待ってましたブロリー来ました。映画見てからというもの、黒髪のこの通常のね、ブロリーすごくいいなと思って、これはすごく欲しかったものです。かっこいい。このポーズもまたいつもと違う感じで、この立ったままじゃなくていいよね。このつま先の部分シュワシュワってなった感じが
表現されていて、破けて肌が見えてる部分はちゃんと塗られてます。他の肌の部分塗られてないんだけど、ちゃんと傷が塗られてていいんじゃないかな。この表情がまたいいよね。今回の映画のこのブロリーと今までの映画のブロリーってまた感じが違うので、私的には今回のブロリーが一番好きなんですけど、皆さんはどの話のブロリーが好きなんですかね。このチョーカーの部分、銀色に塗られててちょっと光った感じでいいね。ゴジータ戻ります。休憩終わりました。最後はパラガスでございます。おー、いいですね、ダンディ。私のパラガス、ちょっとここに白いのがちょってついてるけど、まあいいかな。いや、いいですね、このもみあげの部分。こっちのもみあげちょっと浮いてるけどいいのかな。まあいいか。綺麗にちゃんと塗られてますね。戦闘服も綺麗に塗られてます。このマントで後ろの方はちょっと見えにくいんですが、最初からねマントがついた状態で袋に入ってたんで、後ろ見たかったんだけど見れない。でも若干頑張れば見える。すごいね、すごい綺麗なお尻をしてると思うんだよね。見たい見たい、見れない。こういうね、見えないところもちゃんとしっかり塗られてるっていうのはいいよね。やばいおじさん、ラブリーということですね。はい、ということで今回ワーコレ久しぶりに開封してみました。ワーコレ全部集めてはないんですけども、劇場版のは毎回集めてるので、今回も集めようと思います。今回のラインナップの中だと、私的にはこのベジータがすごいかっこいいなって思ったのと、ブロリーめっちゃ良かったです。あとね、パラガスが結構良かったです。お尻がプリプリな感じだしね。今回ボリューム1ではこのゴジータとブロリーは通常状態ということなんですけど、これからねスーパーサイヤ人状態だったりブルーの状態だったりとか、このフルパワーの状態とかも出るみたいなので、また次のねボリューム2、ボリューム3もねゲットしたら動画アップしようかなって思ってます。それではまたねー。